今日のコメント説明する回毎回うますぎます。どうしたら説明が上手くなりますか？僕もめちゃくちゃ説明が上手いわけじゃないけど、動画での説明はなるべく短く分かりやすくを心がけてるかな。どうもハルカットです。皆さんポケモン好きですか？今月の27日はポケモンの記念日、ポケモンデーですね。そこで今回はポケモンプレゼンツの内容はどんなものになるのかについて改めて予想していきたいと思います。では関係ないけど、今年雪があるうちにスノボ行きたいな。僕もできるかな？結構むずいよ。スー君多分転がって雪だるまになっちゃう。はい、というわけで最後まで聞いてください。ハルカット LINE マガジン始めました。この LINE では僕がどうやってチャンネル登録者数12万人、 TikTok フォロワー15万人を達成し、 YouTube 収益だけで生活できるようになったのかとか、誰でもたった6ヶ月でチャンネル登録者数1万人を達成して有名になる方法など配信していきます。有名になってみたいって方や、ハルカットって何者って気になる方はぜひ概要欄から LINE 登録してくれると嬉しいです。今年のポケモンプレゼンツの内容は何になるのか？ポケモンは1996年の2月27日に初めてのシリーズポケットモンスター赤緑が発売されて以降、定期的に新シリーズが発売されているんですが、毎年2月27日はポケモンデーという記念日が公式によって制定されています。で、そのポケモンデーには毎年ポケモンプレゼンツという公式配信が行われていて、もうすぐその日がやってくるということで、今回はそのポケモンプレゼンツの内容はどんなものになるのか改めて予想していきたいと思います。まずポケモンプレゼンツの日程に関しては、2021年、2022年、2023年と過去の3年間ポケモンデーと同じ日の2月27日に行われているので、今年も2月27日になるんじゃないかと思います。次に内容について、過去のポケモンプレゼンツの内容を見ていくと、2021年はリメイク版ブリリアントダイヤモンドシャイニングパールの発表、新作ポケモンレジェンズアルセウスの発表、ニューポケモンスナップの最新映像公開、ポケモンデーを記念した剣盾でのイベント情報、特別なピカチュウの配布、各ポケモンゲームのイベント情報、2022年は最新作スカーレットバイオレットの発表、レジェンズアルセウスの無料アップデート情報、ダイパリメイクでシェイミに会えるアイテムの配布、各ポケモンゲームのイベント情報、2023年は SV の追加コンテンツゼロの秘宝の発表、 SV の新ポケモンのテラレルバトルのイベント情報、ポケモンスリープのリリース発表、ワールドチャンピオンシップス2023の情報、各ポケモンゲームのイベント情報がありました。というわけで、過去のポケモンプレゼンツでは主に大きなゲーム発表が一つと各ゲームのイベント情報などが公開されていたので、今年も同じような内容になると思うんですが、ゲームシリーズに関してはこれまでの順番でいくと、次はブラックホワイトのリメイク版が発売される可能性が高いですよね。 SV でのブラックホワイトの要素もかなりありましたしね。それともしかしたらレジェンズアルセウスが結構好評だったので、アルセウスに次ぐレジェンズ〇〇みたいなゲームがある可能性もあります。あとは SV の追加コンテンツゼロの秘宝がまだ終わりではないという噂もあるので、ゼロの秘宝完結編的なのが発表される可能性もありますよね。あとアニメでいうと、コロナの影響で過去3年間映画が上映されていませんでしたが、今はだいぶウイルス対策も緩和されているので、今年こそポケモン映画の公開は期待したいですよね。その発表もある可能性も十分高いと思います。リメイク SV の DLC の追加情報、映画情報、各ゲームのイベント情報、僕的にこれぐらいかなと思うんですが、みんなはポケモンプレゼンツで何が発表されると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでポケモンプレゼンツの内容はどんなものになるのかについてでした。ちょっとロロシアチャンネル登録して高評価よろしくお願いします。では次の動画へ、せーの、グッディー。